やっほー、皆さんこんにちは、亀まる子です。今回は皆さんに報告があります。そうなんです、ついにあのレオパード月光をお迎えしました。こちらのマックスノーとハイイエローの2匹の幼体です。まだ警戒心が強く、早く環境に慣れてもらえるよう、最近は部屋で物音を立てないよう忍者みたいに気をつけてます。餌はレオパゲルを与えていて、最近やっと毎日食べてくれるようになりました。あまり食べてくれないときはおやつ程度にダスティングしたウィルワームまたはコオロギを与えたりしています。この前ミルワームが別の虫になっていて悲鳴を上げましたが、これはミルワームのサナギで、サナギまでならレオパは食べれるそうですよ。2匹とも性格が全然違くて、プリンはシェルターの外で過ごすことが多く、餌の食いつきもよし。マシロはシェルターからほとんど出てこず、最初は餌も食べてくれなくて頭を抱えましたが、最近は毎日食べてくれるようになりました。プリップリを目指してしっかり知識も集めながら頑張ります。このチャンネルはカメがメインのチャンネルですが、落ち着いてきたらたまにレオパの動画も上げていきたいなと思っています。以上、カメまる子でした。ちなみにこのケージ、あのケージに仕切りを作って改造したものなんです。いやー、無駄にならなくてよかったー。